はい、どうも皆様こんばんは、ニュージーです。よろしく。はい、ちょっと画面がぶれてますけど、はい、落ち着いた。はい、今日ね髪を切りました。側面もブロック入れて、後ろもブロック入れてね、6ミリにしてもらいまして、いい感じでしょ、さっぱり。だからね、髪切ると今度はね、後ろもねブロック入れちゃいまして、寒いねと。この時期に後ろ後頭部が寒いっていう現象がね起きてます。はい、あとねヒゲもね届きましたので、昨日言ってたあのヒゲ剃り、今日やっと届きまして、やっとヒゲを剃れました。なので今日はね割とこの辺が綺麗ですね。はい、では行きましょう早速。はい、今回ね Vlog の感じで動画回していきます。今日もね一日というかね、赤い今日の一日のね、写真も添えながらね、ご紹介皆様にしていきまーす。パチ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 。はい、いきます。まずね、朝起きて、納豆をですね、とりあえず。納豆と、これは、お米です。お米もね、前の晩から冷蔵してまして。で、今朝ね、レンチンして解凍して、食べましたね。あとはね、デザートにね、カップラーメン、カップヌードルのカレー味。これあの、あっさり味なんで、意外とあっさりしてる。うん、このカップヌードルはね。はい。あとはね、海苔ご飯も、しましたんで、海苔巻きもしたりとかね、して朝食いただきました。美味でした。はい。次。これがね、朝ですね。車運転してる時の、外の気温。ここ分かりますかね、外気温氷点下2度。7時47分からですね。寒かったね。寒い朝から始まりました、今日。はい。でね、空はこんな感じ。まだ朝なんでね。ちょっと暗めなんですけど。うん、暗めだけど、この辺ちょっと太陽が今から出るよ、出るよ、出るよ、私出るよって感じでね、太陽が準備してますけどね。太陽が準備してる今、この状況ですね。この後、晴れ、日和で変わってきましたね。そしてね、これね、ふと手に目をやったらね、あ、そういえば昨日怪我しまして、そういえば怪我したんで、これがね、ちょっと身内とね、遊んでる時にね、転んじゃってね、で、手から落ちちゃって、ここに痛々しい傷があるでしょ。これが痛いんですよね。まだありますけどね。少しは、まあ、良くなってきてるのかな。良くなってほしいですね。はい。そう願いたい。でね、昼間ですね、多いお茶。多いお茶最近飲むんですよね。お茶の中でもね、最近多いお茶が好きですね。美味しいです。はい。でね、ふと空を見上げたらね、こんな感じで木と空がいい感じにマッチングしてて、なんか太陽もさんさんと入ってきてて、光がね、いい感じでさ。うん。木とね、この空の快晴の日和。この絵空がね、ちょっと良かったです。気持ちよくて。はい。これがね、私のね、今日のね、服装ですね。足元の服装ですね。この靴下、おしゃれでしょ。最近履いてます。ワンポイント。そして帰りですね。帰り、赤信号で止まってます。空もだんだんと、暗くなってきまして、はい。もうすぐ夜に変わる時ですよね。はい。で、家に帰ったらね、YouTube を見ました。ソファーに座りながらね。やっぱソファーいいですね。で、これが今日のね、夜ご飯ですね。左がね、カレーと、カレーこれね、もう米とね、ルーを崩した後ですね。はい。で、右側がね、身内作ってくれまして、これがね、エビと白菜のスープ。これうまかった。と水ですね。はい、でちょっと最後デザートでね、ウインナーを焼きました。これもうまかったですよ、熱々で。はい、ちょっと焦げてるけどね、この焦げ具合がちょうどいい感じですよね。はい、で夜はねサッカーボールでサッカーをしました。はい、私サッカー好きですからね。はい、っていうことで、で今こうやって動画回してます。今がね11時ぐらいですね、夜の。今日も最高の日でしたね、皆さんは。この動画見てくれてありがとう。また撮ります。バイバイ。